動画勝手に撮影してますっていいですよね。うちの実は20年ぐらい来られてる方の中でこの人が一番硬い人なんですけど、すまず結構がっつりいけてます。僕はこの笑い声をずっと見るために頑張ってました。この方です。ああ、そっか、まだ今日ズボン履いてんのか。言ってもらっていいですよ。え？ああ、全然大丈夫よ。いい感じですか？いい感じです。いい感じですか？よかった。褒められた。じゃあ反対の足も触ってあげて、ちょっと。中途半端ですけどね。いや、ああ、そうか、ちゃんと、俺ちゃんとするから。なるほど。でも、こっち行っていいですか？うん。はい。おいいですね。お必死で必死で耐えてる。この感じこの感じ。あーこの声やってくれない。いいでしょなかなか。あーいいねいいね。もう皆さんいいね。あの太ももも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 太ももレッツゴー。なかなかいい感じでしょ。まずこの人やりがいあるでしょ。ありますね。ふくらはぎやばいっすね。ふくらはぎやばいもんね。あこの笑い声がいいね。めっちゃ大きいっすか。めっちゃ大きいよね。やばいもんね。つかめないですからね。ガチガチで押される。あ、反対側もやってあげて。ちょっと指でやってあげて。うわいい感じ。ほらやっぱり強さいけんだって。もううわすげえね。まだなんか物足らないみたいな。ちょっといいぐらいです。ちょっといいぐらいですか。え、まだ足らないんじゃないですか。足らないんじゃないですか。おかわりなし。ちょうどいいぐらい。ちょうどいい。じゃあ反対の足もやってください。いい勉強だよ、練習だよ、本当に。うわうわうわいやー最強。この笑い声がちゃんと引き出せるようになったってことはもうまあまあガチだよ。いいじゃあお尻もね、指とお尻と。さあ来た、さあ来た、お尻。早く来たことを後悔してるよ、ちょっと。もうがっつり効いてるね。おいい感じ、いい感じ。おいい感じ。なかなかいい力加減してるでしょ。いい感じですよ。鍋さんが認めたら絶対間違いないですよ。全部当たってます。全部当たってるでしょ。当たってます。よかった。そこをグーッといてくれるか、よりそこをって感じだよね。うちの店20人来てくれてる患者さんなんですけど、にやってもらってる。まさとがっつり聞いてます。すごい、ほらこの体格差でもちゃんといける。悶絶整体。絶叫しちゃう整体。今回は私が撮影しています。指でもやってあげて。いやー、やばいっすね。
やばいっすね。やばいっすね。やばいっすね。出ました。やばいっすね。出ました。いやちょっと俺が休憩中にちょっとやってもらおうっていうそんな企画を。十分いいでしょ。よかった。聞いてるんですよ、やっぱり、うん、この指の感じ。でってれーん。自分じゃできないから今日は撮影で回ってみました。あ、これ YouTube アップしてもいいですよね。はい、です。あ、ありがとうございます。後確認。そうそう、これもしっかりされてます。お、反対側のお尻行きます。レッツゴー。タッタタン。タッタタタッタタタン。汗だく、汗だく。汗だくなってます。うわー、来た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 。お、この、おー、いい、いい声響いてきてる。おー、いい感じで入ってますね。全体がこんな感じで入ってますからね。おー、いい感じ。カメラアングルが楽しいけど、おー、いい感じ。おお、まあそんなもんで、ありがとうございます。ご苦労様でした。マサさん、どんな感じでしたか。はい、本音を。いい経験でした。以上、悶絶生態、みつこでした。